お前には馴染みがない話かもしれないが、あいつは、原初世界のミンフィリアは、もともと採掘師として稼いでいたんだ。彼女が事故で父を失って以来、フラミンさんに育てられてたのは知ってるだろう。だが、ラミンさん自身、恋人を失って頼るものがない境遇だったからな。少しでも力になれればと、採掘を始めたらしい。難しいな。俺が情報収集も兼ねてウルダハの酒場で飲んでると、顔に泥をつけたあいつが外を通るわけだ。俺は今日も無事に仕事が終わったのかと安心しながら、なんだか妙に居心地が悪くなるけど、そこで店を飛び出して追いかける理由もない。だから後腐れない相手と酒や軽口をますます弾ませるんだ。まったくだ。その点に関しては彼女自身からも他の賢人たちからも実に的確で辛辣な評価をいただいたよ。だからこそ今回だけは間違えないようにしたいんだ。おい、あんたら見てくれよ、こいつは驚きだぞ。獅子名刺があったのか。ああ、まあな。あんたら相当な強運の持ち主だよ。見つけた獅子名刺は細かな破片がいくつかと。いや、とにかくこいつを見てくれ。これも獅子名刺か。そうだ、そんな大きいものはここ十数年出ていない。加えてよく見ろ、文字が刻まれてるだろう。ああ、この傷みたいな線か。確かに文字に見えなくも、マグヌス・スクリ、愛するあなたたちに。そうだそうだとも。そいつはマグヌスのところの嫁アグナからの贈り物なんだ。まったく、さすが最後の山師だよ。あいつはちゃんと目的の石を掘り出してたんだ。だが崩落のせいで帰ることができなくなった。おそらくその言葉を刻んで息絶えたんだろう。いつかマグヌスが見つけると信じて、それを岩虫のやつが先に持ってっちまったんだ。ああ、まったく、なんてこった。あんたらが埋もれてた運命を掘り当てたんだよ。この場所にもまだこんな思いが残ってたんだな。Thank you.